林定月賀は、香港の政治家、政務司市長、開発局長を歴任し、現在は、第四大香港特別行政区、行政長官権所大国家、安全維持委員会主席を務める。キリスト教徒。元の名は、定月賀で、現在の名は結婚後に、夫の姓の、林を冠したものである。1957年5月13日に、 香港ワンチャイの落活動にて、石膏省長山市に機嫌を持つ香港の低所得層の親のもとに、四番目の子として誕生した。なおが津賀の本籍地は、石膏省寧波ハ市とされる。帝家には後に男子が誕生し、勝賀は五人兄弟姉妹の四番目であった。落活動で幼少期を過ごし、そこで初等教育を受けた。カトリック系の女子校で、中等教育を受け、 同校ではヘッドプリーフェクトの役割を務めた。同校卒業後、香港大学に入学。入学時の専攻はソーシャルワークであったが、第一学年終了時に専攻を社会学へと変更し、所属を社会学部へと変更した。同校在学中、学生運動に参加し、霊達やタン中友など、後に、 香港の民主派の主流となる人々と違遇を得た。また、聖華大学との学生交流の企画立案にも参加。社会学の学士を得て、1980年に香港大学社会学部を卒業。同年に香港成長に就職し、それから香港成長系の様々な組織で勤務した。2007年7月1日、開発局長に任命される。 在任中の2011年から2012年にかけて、香港政府公館や新海の9住民の間で、横行していた、新立を取り締まり、市民からの高い支持を集める。2012年7月1日、政務史市,市長に任命される。11月9日には、低所得層問題を担当する、タスク品委員会主席に就任。12月15日16日に、 中国の輸入業者が香港で日用品を買い占めたことで起きた物価高騰、路上選挙に対する抗議デモが発生したことを受け、輸入業者の取締り強化を指示し、158人の輸入業者を逮捕した。2013年8月26日、商工業ビルの国境アパートに居住する低所得層への給付金支給を決定する。これに対し、違法である。 国境アパートに居住する住民への給付に批判の声が上がるが違法なのはアパートであり住民ではないと反論した。市民からの支持が高いことから次期行政長官の有力候補に押されていたが2014年の時点では2017年の行政長官選挙への不出馬を表明していた。しかし2017年1月に政務長官を辞任し、 行政長官選挙に出馬。当時、市民からの支持を最も集めていたのは、財政支持長を務めていた、蘇春華であったが、3月26日の選挙では、当選を果たした。香港選管の発表によれば、1163人が有効票を投じ、777票の林、邸が当選した。中国国営新華社通信は、 当選の確定した同日の正午過ぎには速報を出し中国の中央共産党政府幹部の関心の高さを裏付けた。2017年3月31日国務院令第678号により女性初の行政長官に任命された。同年4月11日北京において中国の李克強総理と会見し国務院令を渡された。 7月1日、行政長官に就任した。2019年10月22日、国家副主席の大木山や、マカオ特別行政区行政長官のサイ康シスと、共に来日して特人天皇の即位礼正殿の儀に参列した。2020年、林定月賀の銀行口座が閉鎖され、クレジットカードなども使用できなくなった。これは、同年7月に、アメリカ議会が、 香港の時期侵害に関わった中国当局者らに制裁を課す法案を可決したことによるもので、年収521万香港ドルの受け取りのほか、支払いもすべて現金で行う生活を強いられていることが報道された。2013年10月17日、2016年の立法会選挙及び2017年の行政長官選挙に向けた。 選挙制度の意見集約を行う専門チームの責任者に任命される。民主派団体が一人一票の普通選挙を求めていることに対しては、理想主義的で、香港基本法を無視している。行政長官には、中国政府と敵対しない人物が就任するべきと、否定的な考えを示した。この香港政府の姿勢に反対する、タイヤカルテー、人権民、 主要名が普通選挙を求める政治改革案を提出し、拒否された場合は中間を選挙し、デモを行うと宣言。これに、学生団体や民主派団体が加わり2014年香港版政府デモが発生した。林邸は、デモ発生前の7月29日に、平と会談し、デモの中止を要求したが、交渉は決裂した。十月二十一日、デモを主催する。 州営やすしら学生団体の代表と会談。デモの解散を要求するが、普通選挙を求める州らの意見を拒否したため交渉は決裂する。これ以降、学生団体との会談に消極的な姿勢を示し、11月11日には、高等法院の選挙禁止令に基づき、デモ隊が選挙する地域のバリケード撤去に警察を投入すると発言し、 11月18日にバリケードの強制撤去を行った。強制撤去以降、各地でバリケード撤去やデモ隊の強制排除が行われ、12月15日にハリブリ営業政長官が反政府デモの集結を宣言した。2019年9月4日、香港市民から反発を受けた2019年逃亡犯、条例改正案の撤回を決定するも、 抗議活動は収束せず、10月4日に1967年の香港暴動以来52年ぶりとなる戒厳令に近い権限を行政長官に与える緊急状況規則条例を発動した。2020年8月7日、香港国家安全維持法の施行に関与する人物として、アメリカ財務省による米国内資産凍結、米国人との取引禁止の制裁対象に、 指定された。2020年3月27日、新型コロナウイルス感染症対策として3月29日より公共の場所で5人以上が集まることを禁止すると発表した。これにより事実上、抗議集会やデモは行えなくなった。2020年7月29日、全住民750万人に自宅外でのマスク着用を義務付けた。 デモ参加者を取り締まるべく、覆面禁止法が施行された前年2019年は、マスクを着用した人々が、警察に逮捕されていた。ありがとうございます。